どうも皆さんこんにちは、クリスです。女性の M さん、21歳の M さんからメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。で、彼女はショービジネスで日本の結構有名な劇団に入っていて、 My dream is to change the world with my smile。 自分のスマイル、私は自分が笑顔でいて周りの人が笑顔になってくれることにとてつもなく幸せを感じます。なんだけど会社に入ると自分が笑顔でいることで周りの人が不理由な気持ちになったりすることがあるのです。やはりネガティブな人だったりとか昭和的な考えを持った人だったりとか、そういう人と付き合わなくていいことなら付き合いたくはないのですが、そこは少し我慢して自分の目標を追っていきたいと思います。日本人の特徴的な右に行ったらみんな右に行きなさいという習慣に毎日流されるのになってしまうので、これから先この会社で勤める夢なのが不安です。自分がスマイルして笑顔でいると他の人がねムカつくっていう経験ないですか？今日はちょっと自分の一日を動画にしてこの質問を答えていきたいと思います。 Alright, let's do it! Where are you? Yay! There you go, buddy. You guys want to go for a walk?これが僕のお母さんです。はじめまして。お名前は何ですか？キャスリンです。キャスリン。Anyways、彼女がね、一週間ね、僕たちはバイクトリップやってて、自転車で走りました。350マイル、500キロぐらい走ってる。そうね。そんなに行ってんのかな。結構ね、一日で100キロ走ったりして、すごいよ。もう一日で100キロ行ってんだよ。ね。バイク。Okay. Anyways, I love you, Mom. Love you too. Thanks for coming out. Thank you. Yay. Okay, bye bye. Johnny. Bye. ということでですね、今日はなんとアルバカーキーのニューメキシコでTEDx があるんだよね。で、ちょっとこういうイベントの人たちとかいろんな人とスマイルについて話したんだけど、やっぱりその自分が笑顔でいるっていう時に。やっぱり他の人がそれを見てそれダメだよっていう感じ、なんていうのかな、笑顔にいることによって嫌われるっていうのはやっぱり、ちょっといろんな人と話してたんだけど、オイルと水をボトルに入れるとどうなるっていう話なんだよね。 OK、 ごめん、ちょっと別の場所に行ってまた話を続きましょう。今ちょっとアメリカのフットボールゲームに来たんだけどさ、スマイルについてなんだけど、こういう場所に来て正直言ってずっとニコニコしてるのはやっぱり僕らも怖いわけなんだよ。ちょっとスマイルの前の話にさ、ちょっとアメリカンフードを見てみようぞ。うまそう。バーベキュー&ビールですよね。マイクが折れたよ。やっぱり2種類のスマイルがあると思うんだよ。で、1つはやっぱりスマイルっていうのはその自分がオイルなのか自分が水なのかで、そこは外見のスマイルじゃなくて心の中のことだと思うんだよね。で、心の中が本当に幸せな状態でいると誰にも嫌味を言いたいとか誰にも傷つけたいとか思わないじゃん。で、そういう状態にいるとなんかスマイルが出てくるんだよね。なんか常にそういう状態に入れるようになってくると、今度そういう状態にいない人たちが見えるようになってくるんだよね。で、多分これはこの質問でのその笑顔してない上司とか笑顔してない会社の人とか、やっぱり心の中が本当に幸せだったら、自然にニコニコ出てくると思うんだよね。やっぱり笑顔があると他の人も幸せになるっていうのは間違いないと思うんだよ。で、その時にすごい怖い人が出てくる。笑顔でいるとお前はダメだ、お前は間違ってるっていう人が出てくると、間違いなくそれは間違ってるわけ。間違いなくだってこういう人生っていうのは本当に幸せでとても美しいもので愛が溢れてて超辛いんだよ。で、こういう辛い人生の中でやっぱり人を応援していかないとダメだって僕は本当に思うんだよね。でもし自分が笑顔で他の人がなんか笑顔じゃない、他の人がなんかお前は間違ってるって言ったら、まあ、スマイルは消してもいいと思うんだよ。まあ、それは自分で選んでいいんだけど、まあ、こういう人は今辛いんだろうなって、今きっと辛い経験があって自分の人生が幸せじゃないんだろうなって、だって自分の人生が幸せだったらずっと笑顔でいるって、もう感謝の気持ちでさ、辛いことがあっても、でみんな人生辛いんだから、嫌なことが言ってきてもね、人がミスしてもやっぱり許してあげるっていうのが本当に大切だと思うんだよ。でそうやっていると自分が自然にオイルになってきて水より浮かんでくるようになるんだよね。だからもしこういう問題があったらこれは永遠に続かないと思うんだよ。自然にそうやって幸せな人がもっと溢れてくる。だってなぜかというと、幸せな人はやっぱり他の幸せな人に偶然に出会いが増えたりとか、なんかね、ちっちゃいことでも感謝できる人たちはそういうもっと幸せになれて、そういうもっと幸せな愛が深い人たちともっと出会いが増えて、なんか自然にいい感じでいくんだよね。Hey guys! What's up? Japan! Yeah! Woo! Hey, welcome from New Mexico! Thank you guys! You guys are awesome! Thank you! でやっぱり今のような感じもさ、スマイルがでかいよね。ここで俺が怯えてたら、あ、嫌われるって最初から思ってたら絶対あの人たちも何やってんのこいつってなったと思うんだよね。 OK、 じゃあちょっとさ、俺話が長いからフットボール見ようぜ。フットボール、イエイ。ということでですね、スマイルについては僕からのおすすめは2つあります。1つはその人を許してあげるっていうことなんだよね。スマイルしてる人たち、あ、ごめん、スマイルしてない人たちはわざとスマイルしてない時もあるんだけど、本当に心の中からそれを望んでいることではないっていうことを理解しとこう。わざとやってるかもしれないんだけど、心の中の本当の魂のレベルっていうか Your soul, your spirit はそんなことを誰にも、痛いこととか辛いことを他の人に絶対経験してもらいたくないって心の中ではみんなそう思ってるんだよね。だからわざとそうスマイルしてる、意地悪してる、変なこと言ってる、ひどいことをやってるっていう人がいるかもしれないけど、決してね、それを本当の心の中から望んでやっていることではない。なんか自分のトラブル、自分のエモーショナル、感情の、ね、難しいところがあってそういう感じで出している、それだけで、その人をそのままで美しい、ね、嫌なやつもそのままで本当は美しいんだよ。その人を愛してあげる、それが、まあ、僕の一つのアドバイスで、もう一つはそういう感じでいるとネガティブな人が本当に自然になくなってきます。で僕も本当にね、昔はしょっちゅう自分もネガティブだったし、ネガティブな人がいっぱいいて相手に怒ってたり、ね、嫌なことをやったりとか、ね、うるせえよとか怒鳴ったりしてたんだけど、なんかこういう感じで人を愛するっていう感じで人生を楽しんで感謝しながらやってることに対しても、うわこれ本当にラッキーだなって思って感謝しながらやってて、人を大切にしていって、そうするとなんかもう本当に2週間に1回しかなんかすごいネガティブなことが起こらなくなったり。なんかうるせえな、ちょっと待って、ドローンが鳴ってる。ごめんなさい。だから本当にそのオイルは水より軽いから浮かんでくるじゃん。そういう感じで自然にこの今辛い経験、してるかもしれないけど、これは永遠に続くわけではないと思うんだよね。本当になんかこの人生のテストっていうか試しみたいな感じ でこれを乗り越えることによってまた次のステージが出てくると思います。なのでもう心配しないで、思いっきり人を許してあげて、愛してあげて、で笑顔できるんだったら思いっきり笑顔してていいよ。で本当に怖い人とかいたら、まあね、友達に話したりとか、うちのセミナーに来てワイワイやってもいいし、ね、友達は本当にいい人はいっぱいいるから、自然にそういういい人たちがいっぱい、もっと集まってくるようになってきます。それは間違いないと思います。Alright、じゃあ実はこれがね最後のアメリカのビデオなんで、ちょっとね今回は本当に遊びながらいろんな動画を撮らせてもらって、本当に最後まで見てくれて本当にありがとうございます。 Alright、 じゃあ next time I'll be back in Japan。日本からよろしくお願いします。Alright, thank you so much you guys. I love you guys. Alright, じゃあね、バイバイ。